チロル。チロル、ティロールはヨーロッパ中部にあるオーストリアとイタリアにまたがるアルプス山脈東部の地域である。大部分の住民はドイツ系、バイエルン人、アレマン人の一部でイタリア側においても初等教育よりドイツ語が使用されている。中世以来ハップスブルク家の所領であったチロル伯領にあたる地域で 第一次世界大戦後にオーストリアとイタリアに分割され、今日に至る。オーストリア側の北チロルと東チロルはチロル州に属している。イタリア側の地域のうち南チロルはボルツァーノ自治県として、またベルシチロルとも呼ばれたトレンティーノはトレント自治県として、それぞれ独立の県となっている。この2県を合わせてトレンティーノアルトアディジェ特別自治州を構成する。 チロル州とボルツァーノ自治県、トレント自治県は、ユーロリージョン、チロルイコール南チロルイコールトレンティーノを構成しており、これがかつてのチロル伯領とほぼ一致する。チロルという広域地名は、南チロル、ボルツァーノ県のメラン、イタリア5名メラーの近郊にある、チロル、イタリア5名ティローロに起源を持つ。ここにある、 チロル城の城主であったチロル博が勢力を拡大した結果、その領地全体がチロルと呼ばれるようになった。現地のバイエルン語では、ティアロイ、ティアロル、ドイツ語では、ティロール、イタリア語では、ティローロと呼ばれる。また英語では、ティロールとなる。日本語ではドイツ語名を、ローマ字読みしたチロルが広く使われているが、TEI と会の発音を区別する意図から最近は、 ティロルという表記も見られる。ティロルは地政学上、南ドイツの都市軍とイタリアを結ぶアルプス号への要衝である。現在のティロルの地域に人類が居住し始めたのは、中石器時代にまで遡るが、ローマ帝国領となる前に、ここに住んでいたライティア人について、詳しいことは知られていない。紀元前15年にティベリウスとダイドルススはこの地を征服して、 ローマ帝国のハントに加え、ライティア族州とノリクム族州を設置した。西ローマ帝国の衰退後は、東ゴート王国の、ついでバイエルン部族大公の支配下に入った。1027年、新聖ローマ皇帝コンラート二世は、ブリクセン主教とトリエント主教を新聖ローマ帝国の帝国諸公とした。これにより、両主教領はバイエルンから切り離された。 神聖ローマ皇帝は伝統的にローマでローマ教皇から退官されるものと考えられており、アルプスの安全な通行が求められたのである。実際、両主教は様々な圧力にもかかわらず、帝国に対して忠実であった。その後数世紀をかけて、両主教の世俗の権力が低下すると、代わって新たな勢力がこの地方に台頭することになった。メラン。 メラーのに近いティロール、ティローロのティロール城を拠点としたティロール博以下、チロル博とシルスはトリエントとブリクセンの領主教に侵入し、12世紀以後は大官に認じられて領主教領の運営に当たった。力を蓄えたチロル博はやがて領主教の領主権を侵奪した。13世紀半ばにチロル博位はアルベルト三世から娘婿のゲルズ博。 マインハルト一へと継承され、マインハルト一世は、ティロールイコール、ゲルツハクとなった、この家系は、ゲルツハクか、マインハルト家と呼ばれる。マインハルト一世のこのマインハルト二世は、さらに、ケルン天皇にもついた。広域地名としての、チロルという名称は、13世紀頃に成立した。それまでこの地方はあるい、山岳の地と総称されていたが、 1248年の文献で、すなわち、ティロール博の領域の名で呼ばれている。ダンテの新曲、14世紀初頭成立にも、ティロール地方は、タイラリーとして研究されており、スソインイタリーベレイジェスユエヌラコ、A、プジェーデエル、アルパチーセララモグナソブラタイラリー、シーヘクタールノメベネコ、地獄編、XX。 61から63、ドイツとイタリアの間にある広大な領域として、みなされている。1335年、ゲルツハク家のハインリヒロクセイが没し、唯一の女子、マルガレーテ・マウルタッシュが白衣を継承したが、チロル女ク、領土の相続をめぐって、ルクセンブルクや、ビッテルスバッハ家、ハプスブルク家が介入し、混迷に陥った。このような経緯からが、 チロルには谷ごとに独立した自治共同体が存在した。1363年、ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ4世は、マルガレーテを退位させて、強引にチロル伯領を継承。以後チロル地方は、ハプスブルク家の統治下に置かれる。チロル伯領の首都は、1418年にメラーノに移転し、ついでインスブルックに移る。 ただし公式には1848年までメラーノが首都であった。15世紀後半のマクシミリアン一世の治世時には銀や銅、塩の鉱山が点在していたことからハプスブルク家は莫大な収益を上げていた。ナポレオン戦争中1803年のリュネビルの和訳によって領主教は世俗の領主権を否定され領主教領は ティロル博の称号を有するハプスブルク家、オーストリアに与えられた。1805年にアウステルギッツの戦いで、オーストリア帝国が敗北すると、同年のプレスブルクの和訳によって、フランス帝国の同盟国であるバイエルン王国へ割上された。しかし頑固で誇り高いことで知られる、チロール人は、この決定を良しとせず、1809年を指導者として放棄し、 フランスバイエルン連合軍を二度にわたって破った。ホーファーは三回目の戦いに敗れて、捕獲、処刑されたものの、現在でも、チロルのみならず、オーストリア全土で英雄として称えられている。結局バイエルンによる支配は長続きせず、1810年に、南チロルは、ナポレオンのイタリア王国に譲渡される。ナポレオンの没落後、ウィーン会議によってチロルは、 オーストリア帝国へ復帰した。オーストリア帝国の一部としてのチロル伯領は1867年のアウスグライヒーゴはオーストリア帝官領に属した。1861年、イタリア統一を果たして成立したイタリア王国であったが、その領域外にイタリア人が暮らす地域未回収のイタリアがあったことから、これらをイタリア王国に編入しようとする。 民族統一主義、イレデンティズムが生み出されることとなった。南ティロルトレンティーノもその目標の一つであった。第一次世界大戦においてイタリアは、当初は中立を宣言したが、1915年4月に、ロンドンにおいて協商国側との間で、オーストリアからの未開周知の活動を条件として参戦する、胸の秘密協定、ロドン条約を締結し、 5月24日に参戦した。1918年11月3日の休戦協定以降、イタリアは南チロルに軍を駐留させた。1919年9月10日に調印されたサンジェルマン条約によって、南チロル及びトリエントはイタリア王国へと割上され、ボルツァーノ県、トレント県となった。この他、ティロール薄領に含まれていたコルティーナ・ダンペッツォと、 リビ,ビナロン語、デルコルディラーナがイタリア領に移っている。残る地域は第一共和制オーストリアの連邦州、チロル州となった。イタリア王国の統治下では地域をかつてのチロルの名称で呼ぶことは禁止された。1922年にムッソリーニ政権が誕生するとイタリア化政策が推進された。一方、1938年には独王合法。 アンシュルスが行われ、チロル州はドイツ領となった。1939年、ムッソリーニとヒトラーは、南チロル、ボルツァーノ県の住民に、ドイツ領土に移住させるか、イタリア国内で同化させるかすることで合意する。第二次世界大戦後期の1943年、イタリア王国、バドリオ政権が連合国に降伏すると、イタリアの子は、直ちにドイツ軍は、 イタリア北部を占領した。名目上イタリア社会共和国に属するとされたものの、事実上、ドイツに編入された。1945年5月のドイツ降伏に先立ち、4月27日にドイツからの独立を宣言したオーストリアの臨時政府、連合軍軍政機参照は、1938年のアンシュルスの無効を宣言し、チロル州はオーストリア領に復帰した。 南チロル、ボルツァーノ県でも南チロル人民党が結成するなど、オーストリアへの復帰を求める動きが高まった。1946年9月5日、パリにおいて、イタリア共和国のデガスペリ首相権外相と、オーストリアの外相との間で会談が行われ、グルーバーイコールデガスペリ協定が結ばれた。南チロル、ボルツァーノ県のイタリア領有を確定させ、 南チロルのドイツ固系住民への自治権の付与について合意するものであった。なお、デガスペーリはトレント県出身、グルーパーはインスブルック出身である。しかし、イタリア政府によって実施された政策は、当地のドイツ固系住民もオーストリア政府も満足するものとはならなかった。不満を高めた南チロル、ボルツァーノ県では、南チロル解放委員会をはじめとする急進的な 自治主義者、分離主義者の組織が結成され、1950年代、半ば移行テロ活動が続発した。1960年には、国際連合でも議題に挙げられ、国連総解決議1497号で、平和的解決が求められた。1969年、イタリアとオーストリアは、自治権の拡大による南チロル問題解決について、合意し、 1971年に新たな条約が調印、批准された。以後、1972年にトレンティーノ・アルトアディチェ州に大きな自治権を付与している。1995年、オーストリアが欧州連合 EU に加盟。1996年にはユーロリージョン、チロルイコール南チロルイコールトレンティーノが設立され、国境を越えた。 協力関係がより盛んになった。この地域には1895年に創立されたクリスタルガラス製造会社スワルフスキーインスブルックイコールラント群バッテンスがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。